はようございます。私はウォンです。私のスピーチのタイトルは私のうちです。私の新しいうちは静かなところにあります。うちの隣にきれいな公園があります。公園の前に図書館と喫茶店があります。私は図書館で本を借ります。そして公園で読みます。時々喫茶店で読みます。喫茶店の声はとても美味しいです。うちの近くに郵便局と銀行があります。郵便局と銀行の間にスーパーがあります。スーパーの中に花屋や美味しいパン屋があります。とても便利です。ありがとうございます。